県道広島三次線沿いの説明板地図分水海泣き分かれは、広島県秋田方市向原町にある地形。秋田方市指定天然記念物。日本海側に流れ込む豪ノ川水系と、瀬戸内海側に流れ込む大田川水系と分ける境界線である。標高205メートル。泣き分かれとは、降った雨水が南北に分かれる、水の心情を押し量って、 いつしかそう呼ばれるようになったとしている。その地点には目印として柱が立てられ、説明看板など設置されている。JR 向原駅の北側にあり、気にしながらゲ備ビ線に乗っていると変化する地点がわかる。定地から見るとその付近で線路が弓形になっているのがわかる。河野川は中国地方の一級河川としては唯一の先行河川であり、 中国山地が形成される以前にその流域が形成された。この付近ではまず、河野川水系の豊島川が形成された。川戸勾配から現在の有坂川がその上流域であったと考えられている。そこへ、大田川水系の三崎川が流域地形を侵食していったことにより、旧豊島川の上流域つまり、有坂、三崎川を河川争奪した。 豊島川と三崎川の間は、風撃となり、谷中分水海ができた。なお、河野川水系が、大田川水系によって、河川争奪された地形としては、同じ市内であり西に、約13キロメートルのところに、上根峠がある。ありがとうございます。